木しげるの妖怪絵本。皆さん、妖怪を見たことがありますか？日本には数々の妖怪についての言い伝えが残っています。漫画家の水木しげるという人はたくさんの妖怪の姿を絵にしてきました。そこには不思議な魅力がいっぱいです。これから一緒にその妖怪の世界をちょっと覗いてみましょう。一反木綿。一反の長さ、すなわち10メートルほどの木綿の布がひらひらと空中を飛んでいる。見た目は全く恐ろしくなく、それどころかぼんやりした人などは洗濯物が風にあおられて飛んでいるぐらいにしか思わない。ところがこれが人を襲うというのである。昔鹿児島県に現れたという一反木綿という妖怪だ。一反木綿は物のせいではないかと言われているが、それが一体何なのかということになると一向にわからない。赤なめ。誰もいない夜に風呂場に現れて赤をなめる妖怪がいる。ただ赤をなめるだけで別に何をするわけではないのだが、妖怪が家の中に入ってくるということはあまり気持ちのいいものではない。これが赤なめである。赤なめが現れないようにするには風呂桶を常にきれいにして赤をためないようにしなければならない。赤なめが来るぞといえば誰もあまりいい気持ちはしないから、みなきれいに風呂桶を洗うことになる。このように赤なめは教訓的な意味を持つ妖怪と言える。ベトベトさん。真っ暗な夜道を歩いていると誰かが後ろについてくるような気がする。耳を澄ますと確かに足音がする。これは妖怪ベトベトさんがついてきたのだ。でもこんな時は道の傍らによって、ベトベトさん先へお越しと言って道を譲るとついてくる足音がしなくなるという。ある時提灯を下げて歩いている男がこのベトベトさんに会った。そこで、ベトベトさん先へお越しと道を譲ったが、先に行くと暗くて歩けないという返事が返ってきた。それなら提灯を貸してやると言うと、ベトベトさんは提灯を借りて先に行った。提灯は翌朝ちゃんと家の前に返されていたという。この妖怪は奈良県によく現れたというが、似たようなものは全国的にいるように思われる。夜道を歩いた時に誰かが後ろからついてくるような気がしたことは誰しも経験があるのではないだろうか。今日はこれでおしまい。あなたの知っている妖怪はいましたか？妖怪はちょっぴり怖いけれど、こうして見てみるとどこか親しみやすい感じがしてくるから不思議です。まだまだ妖怪のお話は続きます。次回をお楽しみに。